Hello everyone, welcome back to WeExpressTV. I'm your host Rebecca and today I'm here with Yuksan from WeExpressTV Vietnam. And today we are here for Taksan's graduation ceremony at Nihon Budokan. And tomorrow we have it for Yuksan as well. It's her graduation tomorrow as well. So without further ado, let's get started. たくさん待ってるんですけど、ちょっと青春だなと思いまして。めちゃ日本の大学生って感じ。戻りたいですか？戻りたい。It really reminds me of my graduation, which was like 3 years ago. I miss my college days a lot. But I mean, おめでとうございます。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 じゃあタクさんの感想ちょっと感想はい、はい、4年間早かったですね。4年間早かった。はい、もう2年コロナになっちゃって全然大学に行かないからそうですね、ちょっと残念だと思いますね、うんうん、もっと充実すれば良かったと思います。はい、はい、でもいい大学生活送りましたので、うん、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、じゃあ新生活に向かって、まあ、4月から社会人なんですけど、はい、意気込みをお願いします。大学生の精神をそのままにして学び続けたいなと思います。皆さんもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あのウェイクスワッツチームを代表してあの、まあ、イチャさんが説明したんですけど、はい、だからバストーブもあるかどうかをちょっと確認したんだけど先週、はい、あ、そうなんですねそういうことですね。確認しましたが、これをちょっと、はい、たくさんおめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いします。ちゃんと消費できるものを選びました。そう、はい、なんか消費できないならちょっと面倒くさいかなと思って、はい、なんだろう、学生でありながらいっぱいやってくれて本当にゆきさんと二人で頑張ってきて、はい、感謝しかないです。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、おめでとうございます。はい、こちらヤミルさんです。メキシコ出身の方ですね、はい、こんにちは。こんにちは、はい、もう YouTube もやってますので、スペイン語で YouTube やってるんですけど、ジャポン 4K って言います。皆さん登録よろしくお願いします。スペイン語だからわからないかもしれないけど、字幕頑張ります。うちもスペイン人の方もいますので。あ、はい、ちなみに身長はどうですか？190センチです。秘密です。秘密190センチ。190センチです。はい、すごいすごいです。すごい、かわいい。So today is also Marina's graduation. Yay! Yay! Class of 2018. そうだね。うん。始まったのは18だから。So how do you feel right now after the 4 years? Happy, I guess, but like I don't know, because of Corona, I feel like I lost 2 years. Ah, yeah. So I felt like it was just half of my student life. But I mean, still, like I made good friends. So I mean, I'm happy for it. It was really fun. Yeah, I'm so glad that you enjoyed it and also like joined with class during your college years as well. So 引き続き、まあ、社会人になると思うけど、よろしくお願いします。お願いします。これは私とタティマさん、イチャさんと。ありがとう。おめでとうございます。バスタブありますもんね。ありがとうございます。ちゃんとバスタブあるかどうかをちょっと確認したのもこれです。すごい、かわいい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今日の卒業式の動画はどうでしたでしょうか。まあ、日本の大学の卒業式はこんな感じというもんで、皆さんも素敵な仲間だったり、男性の方はスーツで、でマリナさんみたいに正式なフォーマルのドレスの方もいらっしゃると思いますので、まあ、ぜひ、ね、なんか日本の大学生活にちょっと憧れがあるあなたは来ましょう、はい、ぜひ来てください。はい、じゃあお二人もおめでとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、間違いの動画で会いましょう。バイバーイ。